ミナトの赤ちゃんが生後1ヶ月を迎え、お披露目会をすることになり、私はリンカの実家へ招かれた。かわいいわね、天使みたい。赤ちゃんの小さな拳に手を伸ばした途端、リンカが怒鳴った。他人は赤ん坊に触るな！私は驚いて手を引っ込め、抗議した。私はミナトの母親よ。あの子のおばあちゃんだわ。だから？くすっとリンカが笑う。私にとっては他人だわ。あんたなんてご祝儀さえもらえば用なしよ。そんな、しみったれた弁当屋のあんたに今後世話になることもなさそうだし、だから今日限りで縁を切るわ。その陰気な面二度と見せないで。うちの家族に貧乏が移ったら困るからね。私は一瞬ポカンとしたものの、すぐに笑顔で返事をした。はーい。私を玄関に放置して、リンカは部屋に戻った。私は心の中で宣戦布告をした。あんたがそんな態度を取るなら、私にも考えがあるわ。後でたっぷり後悔するのね。私は舞子、55歳の主婦だ。長男の湊が小学校に上がってすぐに夫を亡くした。その後、湊を大学まで出すにはもっとしっかり働かなければと一念発起する。それまで働いていたパートを辞めて、夫が残したお金を元手に小さな弁当屋を立ち上げた。毎日必死に働いたおかげで、弁当屋は少しずつ軌道に乗り、湊を大学まで行かせることができた。湊が子供の頃は日々を過ごすのに精一杯だった。よその家みたいにテーマパークに出かけたり、休日に公園で遊ぶ余裕なんてほとんどなかった。あまり構ってやれず、親失格だと落ち込むこともあったけど、湊は思いやりのある子に育ったので一安心だ。大企業に就職した湊は家を出て一人暮らしを始めた。と言っても市内に住んでいるので、連休になると元気な顔を見せてくれた。仕事に慣れた頃、紹介したい人がいると電話で打ち明けられ、私は胸を高鳴らせた。しかし後日、湊がうちに連れてきたお嬢さんに嬉しさと同時に不安を感じた。なんと地元で有名な立花工業の一人娘だったのだ。湊を後継者にという話かと思い身構えたら、いとこが後を継ぐ予定ですでに副社長についているそうだ。凛花はお嬢様大学を卒業後、現在は実家で家事手伝いをしているとか。はじめまして、仲良くしてくださいね、お母さん。初めて会った時、私の手を握りブンブン振り回した。食事のマナーや振る舞いからは育ちの良さを感じたが、奔放で派手好きな性格が垣間見え、私とは気が合わないなと感じた。でも湊が選んだ相手だから仲良くやっていきたい、親しくなれるように努力しよう、そんな私の気持ちは結婚後あっさり踏みにじられた。凛花はおしゃべり好きで明るい性格だった。といえば聞こえがいいが、内容は近所の噂話や芸能人のネタ、知人の悪口ばかり。そして一番の問題は我が家を訪れる時間だ。私が仕事から帰宅し夕食作りにかかる頃、連絡もなしに押しかけてくるのだ。当然ご飯食べていく？と誘う羽目になる。私つわりが全然ないんですよ。だから何でも食べれます。ビールもOKです。妊婦さんだからお酒はダメでしょ。
え？そうなんですか？目を丸くする凛花に不安を覚える。先日妊娠したと報告を受けた時は自分のことみたいに嬉しかったけど、凛花は妊婦としての自覚に乏しいのか、予備知識があまりないのだ。そして何でも食べれるという割に好き嫌いが激しい。魚は生臭いから嫌い、肉は好きなブランド以外は体が受け付けない。夕食後のデザートは山梨産のシャインマスカット、高知産のマスクメロンなどの高級フルーツをご所望。おまけに夕食を食べ終えると点数をつけるのだ。65点、いまいちですね。93点、辛みが足りないかな。今日は100点、すごい合格ですよ。おめでとうございます。満面の笑みで評価され、私は引きつり笑いを浮かべた。凛花さん、なんで毎回点数をつけるの？すると凛花は満面の笑みで言った。練習台になってあげてるんですよ。嫁を満足させられなかったらお弁当屋さん潰れちゃいますよ。これでも駅前の一等地で20年やってるんですけどね。嫌味を込めたが通じない。潰れるのなんて一瞬ですよ。無職になったお母さんのお世話をするの嫌ですもん。だから頑張ってもらわなきゃ。私はまだ55歳なのに、まるで老人扱いだ。悪気はなさそうだが、こんな風に常に上から目線で尺に触る発言を繰り返す。週に 4、5 回こんなやり取りをしているとぐったりしてしまう。おまけに妊婦なのを言い訳に使った食器すら下げず、食後はソファーで携帯を見ながらゴロゴロする。いつまで経ってもどかないので、缶チューハイ片手にテレビを見ようとしたら文句を言われる始末。お母さんひどいです。私の前でお酒を飲むとか嫌がらせですか？自分の部屋に行ってくださいよ。テレビドラマを見ながら一杯やりたいのよ。携帯で見ればいいじゃないですか。ほんと気が利きませんね。小さな画面じゃなくて大画面で見たいのよ。というか、なんで嫁にここまで言われなきゃならないの？イライラが頂点に達する頃、凛花は港の分の夕食を容器に詰め、笑顔で帰っていく。疲れ切った私は早々と入浴し、ベッドで休むのだ。ふと気になり、週末の夕食をどうしているのか尋ねたら、宅配やコンビニ弁当、レトルトで済ませていると悪びれずに答える。私、家事が苦手なんですよ。でも港くんには美味しいご飯を食べさせたいの。お母さんが週末のご飯も作ってくれれば助かるんですけどね。ズーズーしいお願いを私は聞き流した。凛花さんが訪ねてくれるのは嬉しいんだけど、私も仕事で疲れてるのよ。せめて週1くらいにならないかしら。たまりかねて港に電話で訴えると、こんな返事が返ってきた。凛花はつわりがひどくて家のことが何もできないんだ。俺は残業続きで家事を分担できるのは休日だけだしね。そっちでもずっと横になってるでしょ。え？母さんが凛花を見ててくれると安心なんだよね。初めての妊娠で不安だろうから、失礼な態度をとっても多めに見てほしいな。わかったわ。凛花は港の前ではか弱い妊婦の姿を演じているみたいだ。ソファーに寝そべり、動画を見ながら笑い転げる姿を見せてやりたいと強く思った。でもそうすると優しい港は落胆すると同時に私に申し訳なさを抱くだろう。私がそんな真似をしないと見抜いた上で、凛花は私に甘えているのだ。そういう部分がまた尺に触るのだった。凛花は苦手だが、生まれてくる孫は楽しみだし、港とはこれまで通りの親子関係を維持したい。なのであまり余計なおせっかいは焼かず、
長男夫婦を温かく見守ろうと心がけた。孫の名付けに出しゃばる、長男だからと同居を迫るとか、そんなのは言語道断だ。その代わり凛花に頼まれればベビー用品の買い物から妊婦検診、お寺への安産祈願にまで付き合い、荷物持ちに徹した。おばあちゃんとして協力できることは何でもしようと私は張り切っていた。ただ凛花は日増しに態度が大きくなっていった。近頃では自宅に届けてもらう大型家具まで私の前でネット注文するのだ。お母さん、これどう思います？高いな。私が買ってあげましょうか。最初に申し出たのが運の月だった。その後は高額のベビー用品を次から次へとねだるようになったのだ。輸入物の方がおしゃれですよね。シリーズで揃えたらめっちゃ素敵ですよ。凛花さん、短期間しか使わないものはレンタルで済ませたら？安くて丈夫な国内メーカーもあるわよ。思わず言うと凛花がきっと私を睨んだ。お母さんは孫にいいものを使わせたくないんですか？上を見たらキリがないわ。要するにお金を使いたくないんですよね。ああ、やだやだ。パパやママなら1000万くらいポンと出してくれるのに。じゃあパパやママにねだればと思うのだが、実家に頼るつもりはないらしい。お母さん、お金を貯め込んでても墓場に持っていけないんですよ。パーッと使っちゃいましょうよ。失礼すぎる言葉に私は言葉を失った。カッと頭に血が昇り、余計なお世話と思わず怒鳴り返しそうになる。いけない、ここで揉めたら板挟みになる港がかわいそうだわ。怒りを必死にこらえ努めて冷静に語りかけた。とにかくレンタルで済ませられるものはそうしてちょうだい。貯金にも限りがあるわ。わかりました。凛花はそう不服そうに応じた。やっと納得したと安堵したのもつかの間、晩に港から電話がかかってきた。凛花が母さんにベビー用品をいろいろねだったんだって？ごめん、俺ちゃんとお金を渡してるからそれで買ってるもんだとばかり。ハイブランドのベビー服やおもちゃが急に増えたから訪ねてみてびっくりしたよ。電話の向こうで港が困惑しているのがわかる。だいぶお金を使わせたよね。返そうか？いいわよ、多少は買ってあげるつもりだったし。ほんとごめんね。凛花、女の子を望んでたから病院で性別を聞いて舞い上がっちゃってさ。そういうレベルの話ではないと思うが、嫁の悪口を言うのも気が引けて、私は反論するのをやめた。希望通りの女の子でよかったじゃない。お嬢様だからお金の感覚がぶっ飛んでるだけで悪気はないと思うんだ。これ以上母さんに負担をかけるなって俺からも話しておくよ。お願いね。電話を切り、私はため息をついた。可愛い赤ちゃん用品をたくさん揃えたい気持ちは私だって理解できる。それにしてももう少し遠慮するのが常識だろうに。その後、湊がうまく取りなしてくれたようで、凛花から高額のベビー用品をねだられることはぱったりなくなったのだった。いっそもう来ないでほしいと願ったが、凛花はその後も平然とうちにやってきた。近頃では大金がダメなら少額をせびろうと考えを変えたようだ。ほら、私妊婦で働けないからお金がなくて、でも綺麗にしてないと湊君に愛想つかされそうで怖いんです。お母さんみたいに年寄りなら全然いいけど、私は若いから愛されたいんですよ。当たり前だが、私は1円たりとも出す気はない。湊に
お小遣いを増やしてもらったら、あの子なら聞いてくれるでしょ。できませんよ。安月給って責めてるみたいじゃないですか。スナック菓子をつまみながら凛花が口を尖らせる。30歳で大企業の係長なんて、同世代のサラリーマンより高給取りだと思うわ。でもパパの方が稼いでるわ。あ、ごめんなさい。じゃあパパにもらいなさいよ。そんな言葉が喉元まで出かかったのを必死で飲み込んだ。凛花はいつもハイブランドのバッグを持ち、仕立てのいいマタニティウェアを着ている。小遣いをたくさんもらっているはずなのに、もっと欲しいというのはわがまますぎるだろう。妊婦なのにおしゃれするなとか、専業主婦は粗末でいろとか、そういうつもりは皆無だ。でも姑にお金をねだるのはどう考えても間違っている。もやもやしたが大きく膨らんだ凛花の腹を見て、私は怒りを鎮めた。もうすぐ赤ちゃんに会える。この私がもうすぐおばあちゃんになるなんてくすぐったい気分だ。その点は凛花に感謝している。週末家に遊びに来た義妹の千鶴に愚痴をこぼすと、千鶴は目をつり上げた。ろくでもない嫁ね。舞子さんに甘えすぎ。湊君もガツンと言ってやればいいのに。やっぱりそう思う？憤慨する千鶴に私は笑顔を向けた。でもね、赤ちゃんが生まれたら私への失礼な態度もマシになると思うのよ。マタニティブルーじゃなくて、もともとそういう性格なの。期待しちゃダメよ。そうかな。でも湊とは仲がいいし、夫婦仲に水を差したくないのよね。千鶴がやれやれと息を吐く。あんまり我慢しないでね。私でよければいつでも愚痴を聞くわ。ありがとう千鶴ちゃん。私は千鶴に微笑みかけた。私はとにかく孫が無事に生まれるのを祈ろう。やがて凛花は無事に出産した。赤ちゃんに会いたかったが、退院した足で里帰りしたので、凛花の体調が戻ってから会おうと考えた。凛花の実家に仕事帰りに顔を出す湊が毎日赤ちゃんの写真を私に送ってくれる。実際に会ったらどんなに可愛いだろうと期待が膨らんでいく。赤ちゃんが生まれて一月を迎える頃、湊から連絡が来た。赤ちゃんのお披露目会をしたいって凛花が言うんだ。お披露目会？あちらの実家に親族を招くんだって。うちの親族を呼んでもいいかな？お父さんたちは賛成してるよ。いいわね。結婚式と同じメンバーを招待したら？そうするよ。じゃあ連絡してみるわ。私の親族はみんな県内に住んでいる。お祭り好きなので喜んで応じるだろう。期日を知らせると案の定、ぜひ伺いたいと返答が来た。そして迎えた当日、出産祝いを手に凛花のご両親に先に挨拶をしようと少し早めに伺った。高い塀に囲まれた立派なお宅の玄関チャイムを鳴らすと、年配女性の声で返事があった。ご両親が仕事で不在がちなので家政婦が常駐しているそうだ。対応に出たのはその人だろう。敷石に沿って玄関ポーチにたどり着き、立派なドアを開けると、花柄のワンピース姿の凛花が玄関フロアで出迎えた。あどけない赤ちゃんを胸に抱いている。パパもママも急な仕事が入ってまだ帰ってきてないんですよ。日曜日もお忙しいのね。お邪魔しますと挨拶し、上がろうとしたら凛花がつっけんどんに言った。出産祝いは？ああ、はい。後ろに控える家政婦に赤ちゃんを渡し、カバンを探る私の手元を凝視する凛花。
祝儀袋を出すと、ひったくるように奪い、その場で封を開けた。え？お祝いを本人の前で確認する？目を丸くする私に構わず、中身を引っ張り出した凛花が不快そうに顔を歪める。10万少な相場だと思うけど、せめて50万は入れなさいよ。まあ貧乏人だからしょうがないか。お札の束を祝儀袋に戻す凛花の後ろで、赤ちゃんを抱いた家政婦が立っている。その腕の中で赤ちゃんが小さくあくびをした。あまりの可愛らしさに、私は靴を脱いで上がり、家政婦に近づいた。可愛いわね、天使みたい。濡れたような黒い瞳でどこかを見つめる赤ちゃんのギュッと握りしめた小さな拳に手を伸ばす。他人は赤ん坊には触るな！突然の大声に私は驚いて手を引っ込めた。驚いて泣き出した赤ちゃんをあやす家政婦に凛花の命令が飛ぶ。早く部屋に連れてって！あ、はい。家政婦が奥に赤ちゃんを連れて行くのを待ち、私は凛花に抗議した。私は湊の母親よ。あの子のおばあちゃんだわ。だから？くすっと凛花が笑う。私にとっては他人だわ。お祝い金さえもらえば用なしよ。そんな、しみったれた弁当屋のあんたに今後世話になることもなさそうだし、だから今日限りで縁を切るわ。しっしっと私を追い払う仕草をした。ご苦労さん、もう帰っていいわよ。その陰気な面二度と見せないで。うちの家族に貧乏が移ったら困るからね。私は一瞬ポカンとしたものの、すぐに笑顔で返事をした。はーい。私を玄関に放置して凛花は部屋に戻った。凛花のセリフが頭の中でぐるぐる回っている。こんなひどい屈辱を受けたのは人生で初めてだ。なんで嫁にここまで言われなきゃなんないの？骨が砕けそうなほど両の拳を握りしめ、心の中で宣戦布告をした。あんたがそんな態度を取るなら私にも考えがあるわ。後でたっぷり後悔するのね。玄関扉を開けたら、親族たちが庭を横切りやってくるところだった。あれ、舞子ちゃん、もう帰るの？不思議そうな親族に迎えに出た凛花が笑顔を向ける。お母さん、用事があるんですって。もうすぐ夕食が届くんだろ、一緒に食べていけばいいのに。お急ぎだそうですよ。さあ皆さん、よくいらっしゃいました。湊くんと両親が揃うのはもう少し時間がかかるみたいです。それまでくつろいでいてくださいな。凛花は親族を家の中へ招き、玄関扉を閉め、すかさず鍵をかけた。外面がいい凛花はうちの親族に受けがいい。夫の法事を店で行った際、自己紹介を兼ねて年配男性に進んでお酌をして回った。美人でお金持ちなのに明るくて気さくだと一気に株を上げたのだ。なので今回も凛花の発言を誰一人疑う様子がなかった。こうなったら奥の手を使おう。私はある場所に向かった。2時間後、再び凛花の実家のチャイムを押した。親族の手前、私を迎え入れた凛花は靴を脱ぐ私の耳元で不機嫌そうに囁いた。なんで戻ってきたんですか？大事な用を忘れていたの。はあ？あ、残りのお祝い金を持ってきたのね。あんなしょぼい金額、さすがに恥ずかしいわよね。ククッと笑う凛花の横を通り、賑やかな声が響く廊下の奥へ進んだ。引き戸を開けると、広々とした和室に置かれた巨大な座卓を双方の親族が囲んでいた。
凛花の両親と湊の姿は見当たらないが、テーブルの中心には市の大皿が並び、親族たちはビールや日本酒を楽しそうに酌み交わしている。舞子ちゃん、戻ってきたのか。こっちにおいでよ。梅酒やチューハイもあるぞ。家政婦さんに持ってきてもらえば。手招きする親族たちに私は笑顔を向けた。おじさん、ありがとう。でもその前に私からもお披露目したいものがあるの。おう、なんだ。サプライズのプレゼントですか。のんきな凛花の問いに私も愛想よく答える。ええ、サプライズよ。はい、皆さんご清聴お願いします。手を叩き、親族たちの雑談を止めた私は携帯電話の録音アプリを開いて再生ボタンを押した。他人は赤ん坊には触るな。静まり返った部屋に凛花の怒号が響く。え、凛花ちゃんの声だよな。ざわつく一同。お祝い金さえもらえばあんたなんて用なし。しみったれた弁当屋のあんたに今後世話になることもなさそうだし、だから今日限りで縁を切るわ。その陰気な面二度と見せないで。うちの家族に貧乏が映ったら困るからね。うん、何度聞いてもひどいセリフだ。そう思うのは言われた当人だけではないようで、親族の女性陣が口々に凛花を非難し始めた。嫁姑は不仲といってもこれはあんまりよね。舞子ちゃん、女手一つで湊くんを育てながら弁当屋を経営してずいぶん苦労したのよ。なのにバカにするなんて許せない。なんだい、親が金持ちだからと威張り腐って性格の悪い嫁だね。私の親族だけにとどまらず、凛花の親族からも怒りの声が上がった。お姑さんにこんなセリフを言うなんてありえないわ。うちの凛花が、すみません、こっちまで恥ずかしくなるよ。お嬢様で甘やかされたとはいえ、言っていいことと悪いことの区別もつかないの。いい年して礼儀知らずな子だね。親族らの冷たい視線を浴びて凛花がうろたえを見せた。頬を引くつかせ慌てて事態を収めにかかる。やだお母さん、ふざけるのはやめてくださいよ。ああそっか、湊くんが私をすぐかばうから嫉妬したんでしょう。それでこんなのを作って流したんだ。凛花は両手で顔を覆い嘘泣きを始めた。私、お母さんと仲良くなろうと努力してきたのに、こんな仕打ちをされるなんてひどいわ。女性陣はみんなしらけた顔つきだ。ところが男性たちはあっさりと騙され、困惑気味に顔を見合わせた。おいおい、言い過ぎだろ。そうだぞ、寄ってたかって、かわいそうに泣き出したじゃないか。舞子さん、どういうつもりだ。湊が凛花ちゃんに取られたような気がして意地悪をしたかったのか。姑は嫁をいびるものと決まってるからな。凛子ちゃんがいい子だって知ってるだろう。こんな嫌がらせするなよ舞子ちゃん。あっさりと味方についた男性陣に凛花は内心ほくそ笑んでいるだろう。すると女性たちが怒りを爆発させた。どこがいい子だって。この子、舞子ちゃん家で集まりがあった時、台所を手伝うのが嫌で和室に逃げたんだよ。呼んでも無視してずっと男に愛想振りまいてたね。そうそう、ご飯をみんなで持ち寄る時も手を怪我したと嘘ついてデパ地下の惣菜を持参したんだ。挙句、私のが一番美味しいわとほざいたんだよ。こういうタイプに男は本当弱いね。見る目ないんだから。こちらの親族と凛花の親族が入り混じり、男性 VS 女性で言い争う事態になってしまった。さっきまで賑やかだった和室に不穏な空気が立ち込める。ビールの追加を運んだ家政婦がおろおろしていると、チャイムが鳴った。
家政婦の案内で和室にやってきたのは千鶴だ。千鶴の手にある分厚く膨らんだ祝儀袋に凛花の目が光った。千鶴さん、ようこそおいでくださいました。こちらこそ、呼んでくれてありがとう。はい、祝い金。あ。差し出した千鶴がわざとらしく手を滑らせた。畳の上にご祝儀袋の中身が散らばる。やだ、封をするの忘れちゃった。ごめんなさいね。ん？凛花ちゃんと写っているのは誰だ？写真を拾い上げた親族が不審そうにつぶやいた。凛花がぎょっとして振り返る。しかし凛花が写真を回収する前に複数の親族が写真を手に取り、口々に叫んだ。うわ、浮気の現場じゃないか。それは目を覆いたくなるようなものだった。凛花が見知らぬ男に抱きついたり、車から降りる際にキスをしたり、ホテルに入っていく現場を捉えた写真だったのだ。驚愕する親族に凛花が慌てて釈明する。違うの、ただの知人。この人スキンシップ大好きで、ホテルは具合が悪いって言うから付き添いで入ったのよ。あまりに苦しい言い訳だ。さっきまで凛花をかばっていた男性陣も凛花に冷めた目線を送っている。とどめとばかりに千鶴がボイスレコーダーのスイッチをオンにすると、凛花と男性のやりとりが流れ出した。もうすぐ俺の子が生まれるのか、楽しみだな。奥さんにバレると面倒だから、港と私の子供ってことでいいわね。残念だけどしょうがないな。あいつバカだからあんたを親友だと思ってるのよ。ウケるわ。大学時代から単純なやつだったよ。俺と港血液型が同じだからごまかせるんじゃね。あなたとそっくりな子が生まれたらどうしよっかな。その時はまた考えるさ。二人の楽しげな笑い声で録音は終わっていた。凛花が真っ青な顔で千鶴に問いかける。なんでこんなもの持ってるの。あら、言ってなかった？私探偵なのよ。千鶴がにやりとした。舞子さんから依頼されてあなたの素行調査をしたのよ。金遣いが荒くて不審な点があるってね。そしたら案の定浮気だったわ。夫婦仲を壊すのが嫌だったから自分の胸だけに秘めておくつもりだったの。でも凛花さん、態度を改めるつもりなさそうだからお灸を据えようと思ってね。凛花がものすごい目つきで私を睨みつけた。やっぱりあんたの差し金ね。私に飛びかかろうとした凛花の腕を千鶴が素早くつかみ間に割り込んだ。千鶴の腕を振り払い、凛花がドスの効いた声を上げる。いい？港に頭ってなさいよ。離婚になったらこの子がかわいそうなんだから。生まれたばっかで父親に見捨てられるなんて惨めでしょ。みんなもそう思うわよね。自分勝手な理屈に唖然とするが、凛花は必死な顔で親族たちにも同意を求めた。港は子供好きだし、何も知らずにいればこの子をかわいがってくれるんだから。だからみんな内緒にしといてよ。地の底から響くような低い声に凛花や私だけでなく、その場にいた全員が凍りついた。声の下方を注視すると戸口に港が立っていた。千鶴の顔から察すると、どうやら一緒に上がり込み廊下に隠れ聞き耳を立てていたようだ。港？凛花に歩み寄った港は軽蔑しきった表情を浮かべ、怒りを込めて吐き捨てた。凛花が妊娠する前、あちらの奥さんを交えた4人で時々飲みに行ったよね。まさかその後君らが2人で会ってるとは思わなかったよ。2人して俺を嘲笑ってたんだな。
ごめんなさい。ねえ、離婚するとか言わないでよ。上目遣いで懇願する凛花を湊が怒鳴りつけた。離婚するに決まってるだろう。俺だけでなく母さんにも暴言吐いて許せないよ。湊と凛花はしばらく睨み合ったが、やがて凛花が先に折れた。わかった、離婚でいいわよ。ただし親権は私がもらうわ。子供ずっと欲しかったんだから。この後に及んで自分は悪くないと言わんばかりに主張する。どこまでもズーズーしい女だ。凛花と湊のやりとりを親族たちも固唾を飲んで見守る。両手を組み、うっとりとした表情で凛花が語り出した。この子は私に似てすごい美人になると思うの。そしたらおしゃれな服を着せていろんなところへ連れて行くんだ。若くて綺麗な私と可愛い娘、姉妹みたいな美人親子だって有名になるかもね。将来はきっとモデルや女優だわ。ああ、娘産んでよかった。おい、子供はアクセサリーじゃないぞ。見せびらかすために育てるのか。そんな考えじゃ子供がかわいそうだ。シングルマザーは大変よ。働きながら子供を育てるんだもの。ちゃんとわかってる？私の言葉に凛花が甲高い声で笑い出した。私を誰だと思ってるの？立花工業の娘よ。弁当屋のあんたと違ってお金はいくらでもあるわ。パパとママが助けてくれるし、子政婦とベビーシッターをつければ子供の世話をせずに済む。あくせく働かなくても遊んで暮らせるのよ。得意げに言い放った後、唇を歪めて笑った。まあでも片親は受験に不利だから適当なのを見繕って再婚するつもりよ。今度は会社員じゃなくて IT 企業のイケメン社長にしようかな。そういう男ならもっと自由に遊ばせてくれるしね。だそうですよ、立花さん。千鶴が呼びかけると奥の襖が開き、身をかがめた凛花のご両親が現れた。驚きのあまり絶句する私たちに千鶴が説明する。実は凛花さんのご両親からも娘の動向を探ってほしいと頼まれたの。今日出勤したと見せかけ隠れているから娘の本性を暴いてほしいと言われたわ。ご両親の前では猫をかぶってらしたのね。部屋の中央に歩み出た凛花の両親は私たちに深々と頭を下げた。皆さん、この度は娘がお騒がせして申し訳ありません。湊君と舞子さんには何とお詫びをすればよいのか。苦虫を噛みつぶした顔で凛花に目を向けた。凛花はといえば髪のように蒼白になりガタガタ震えている。凛花の父は深々と息をつき低い声で嘆いた。舞子さんに恩をあだで返すような真似をして我が娘ながら情けないよ。だってそこで凛花ははっと顔を上げ父にすり寄った。目を潤ませ甘ったるい口調で言い訳を始める。私ね、お母さんに意地悪されたのよ。証拠画像や音声はないけどたくさん嫌味を言われたの。それが辛くて仕返ししちゃったのよ。ねえパパ、娘を信じてくれるわね。私が反論しようと口を開いた時、凛花の母親がピシャリと言った。嘘おっしゃい、舞子さんはそんな方じゃないわ。凛花の母が私を振り返り断言する。あのお店のファンとして今の発言は許せないわ。撤回しなさい。あ、目が点になった凛花に凛花の父が説明した。私も母さんも舞子さんの弁当屋の常連なんだ。新幹線での出張やお得意さんと花見をするときなどよくお世話になってるよ。ママ友を招いてのホームパーティーにも宅配を頼むのよ。そうすればお茶菓子を作るだけで済むもの。
有機野菜を使った料理はヘルシーで美味しいと評判なのよね。湊くんと結婚する前からの知り合いだって前に話したでしょう。そうだっけ。冷や汗を流す凛花、適当に聞き流していたのだろう。凛花の母はうんざりした顔つきで凛花を見やり、こう告げた。今まで多少のわがままは多めに見てきたけれど、今度という今度は許しません。湊くんや舞子さんへの態度は目に余るわ。まったくだよ、平気で嘘をつく、人を貶める発言をする。浮気をした挙句、他人の子供を夫の子と偽り育てようとする、人として最低だな。凛花の父は氷のような目線で凛花を睨み下ろし、きっぱりと言った。お前とは今日限りで絶縁する。え、そんな困るわ。私明日からどうすればいいの。そんなの自分で考えなさい。もう30でしょ、いつまで人を頼っているの。あいつと再婚すればいいじゃないか、本当の父親だろ。無理よ、奥さんとは離婚しないって言ってたもん。そんな、嫌よ、働きたくないわ。凛花が情けない声を上げる。湊、ごめんなさい、私が悪かったわ。凛花が私と湊の足元で土下座して畳に頭をこすりつけた。お母さん、今までのこと謝るから許してください。母さん、用が済んだから帰ろう。出産祝い金返してもらおうよ、赤の他人に払う義理はないだろう。ええ、そうしましょう。わしも返してもらおう。俺もやる気なくしたわ。黒塗りのお盆から湊がご祝儀袋を取ると、他の親族たちも習った。湊の子じゃないならご祝儀いらんだろう。そうだな、バカバカしい。そんな、赤ちゃんを出しにして小遣い稼ぎするチャンスだと思ったのに。膝から崩れ落ちる凛花に親族は誰一人見向きもせず、食事を中座して帰っていく。がらんとした部屋には食べ散らかした食器、飲みかけのお酒と食事だけが残り、お披露目会は惨めな終わりを迎えたのだった。働きたくない凛花は離婚を泣いて拒んだが、凛花の両親に説得され、渋々判を押した。慰謝料は両親が立て替えたという。その後、凛花は実家を追い出された。親に借りた引っ越し代と初期費用でアパートに移り住み、一人暮らしを始めたそうだ。凛花の両親は娘に赤ちゃんを任せておけず、引き取って育てることにしたという。赤ちゃんの父親にも子供の認知と養育費の支払いを請求し、応じさせたそうだ。これまで遊び暮らしていた凛花は、初めてのアルバイトにさぞ苦労しているだろう。なんせ自分の生活費に加え、引っ越し代や慰謝料も両親に返さなくてはいけないのだから。凛花はこれまでのようにおしゃれしたり遊んだりする余裕もなく、髪を振り乱して毎日必死に働いているみたいだ。凛花とは絶縁した私と湊だが、凛花のご両親との付き合いは続いている。ご両親はお披露目会の後、お詫びの品を持参して私の元にやってきた。自分たちの育て方が悪かった。湊くんにも舞子さんにも申し訳ないわ。涙ながらに謝罪され、やり場のない怒りがいくらか収まった。そしてこれまで通り弁当屋をひいきにしてくださっている。ありがたいことに店は口コミで繁盛し、10年前に比べてお客も増えた。今は2号店の開店準備に忙しい。意気消沈していた湊も元気を取り戻し、
仕事に励んでいるようだ。私も港も忙しいが充実した日々を送っている。いつかまたご縁があり、港の本当の子供が生まれたら、その時は惜しみなく愛情を注ごうと思うのだった。